人。カンカン。違法ダウンロードになるとこでした。待った結果。はーい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。銀さん、ちょっと聞かなかったことにしてください。え？え？聞こえてなかったですか？聞こえました。なんか聞こえてなかったのに。あ、じゃあよかった。じゃあ聞こえてないね。でもやばいこと言った人みたいになっちゃうよ。内通。内通してた。内通してるよ。違う。上から順に。ああ。あれでも逆に本物っぽいなりさ。福屋さんが下に。あら、チェさんが死んじゃった。あら、なんだめだ。シャワーとかメインあたりにいません？アクチーさん。クチーさんシャワーすれ違った気がします。メインの方に行ったと思います。クチーさん多分初手アーカイブ脇、昇降機右行って、アーカイブから下に下っていってます、その後。その後タオルタスクを入れ、タオルを入れ終わっているくらいの時間があるので、エンジンとか電気に到達してる可能性はあります。ゲンです。高脇エリキ一人でいますけど、今、クチーさんの影は見えてないです。ただ、その入り口あたりはわかんないです。私が多分近くにいて、最後、エレキに降りて終わってるんですけど、その間、多分エンジン脇、畑迫さんと一緒に湧いてすぐにメインホール側に行って、メインホールでタスクをやってエレキに降りての段階で、アクチーさんは見てないですね。なんか私が助成してる間にアクチーさんがメインホール抜けてったとかだったら分かんないです。うん。あ、あり得るね。あ、ゲンさんどうぞ。あ、基本的に、左にいた、私と、作家さんは弾いてください。エンジン、コックピット、武器庫までほぼ固まって動いてました。その間にアクチーさんはお見かけしてないの で、私ちなみに宿舎は来て、そこでもアクチーさんお見かけしてないんで、まあ、メイン含め右かなっていう印象です。テラゾーリンゴは最後30秒経ってから多分ずっとシャワールームでタオルタスク同じあのタイミングで並んでやってたので無理ですね。無理です。一緒なら OK です。はい、うん、僕は見てませんが、先に多分リンゴさんがシャワールームに到達していて、僕は貨物室で給油タスクやってる間に多分リンゴさんが上抜けたので、先にアクチーさんだけ見てるっていうのは納得しています。はい。出てないし。棒で浮いてます。まあでも、畑迫さんはエンジンで湧いて左側に行ってるのは私が見てます。はい。まあ、キッチン脇、アクチーさんキッチン脇だった場合は、まあ、あ、いや、アーカイブです。いや、アーカイブで湧いてることは視認されてるんでしょ。はい、アーカイブ脇です。銀さん、高垣さんってどこでしたっけ？僕、エレキです。私は宿舎前とミーティングで、最後ミーティングに上がっていくザチキンさんを見てます。はい、だからリンさん目線ザチキンは無理ですけど、ザチキン目線リンさんは無理は出せません。そうですね、はい、そうだと思います。アーカイブ脇は機械さんから出てて、そこからは。ただ、リンゴさんがシャワーからメイン行くの見てます、アクチーさん。はい。ここまで一緒なのは、おいちゃう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やっぱ右ってかメイン含め右か。うん、アーカイブ脇は死んですね。はいはい。はい、てか高垣さんってアクチーさん見てないんですか？もしその情報が正だとしたら、シャワールームからメインホールに入ってるアクチーさんがいるってことですよね。僕メイン脇で、でその後すぐエレキを降りて、エレキのタスクずっとガシャガシャやってたんで、はい。ごく。めっちゃいい音してる。すいません。ビールみたいな。
アクチーさんがシャワールームから左に行ったっていうのは割と、テラゾー秋風リンゴで共有できていて、僕は、見てはいないんですけど、貨物でリンゴさんと一緒に巻いてアーカイブの秋風さんを通り過ぎてシャワールームで2人でタスクしているので、ほぼほぼこの3人の共通見解としてアクチーさんが左に抜けてるのかなとは思います。で多分それになるとテラゾーさんリンゴさん目線から私無理ですよね。無理です無理です無理です。なぜ畑坂さんってどこでしたっけ。僕展望デッキです。エンジンから左に行くのをなおさんから見られてる。畑坂さんは私がエンジンルームで一緒に沸いて、多分初手左と右に分かれてるはずなんですけど、停電直したかなんかだったんですよね。いや直してはない。直したりはしてない。あそうなん、はい、あ、じゃあ源さんも確かエンジン沸きでしたよね。はい、私は昨夜さんと完全に固まって動いたんで、ここ二陣外の場合除き使用で置いてください。そうですね、そこが手繋いでるか、結城直畑、あ、じゃあ高垣の2三択ぐらい、うん、あと凛さんが可能なんですよ、うん、そうですね、凛さんは一応できなかったな、うん、ただ直す、あ、まあそっか、なおさん通り過ぎてアクチーさんがエンジンぐらいまで行ってるところをリンさん切ることはできんのか。一応スクショ前の方に上がってきてたら、はい、確かになおさん女性どうから来たのか聞きたい。あ、エンジンからです。エンジンからって言ってる。で、一応さっき言った通りエンジンからはいて、メインホールタスクでやって、ゴミ捨てとかもやって、左から順番にやってった感じで、女性のところに、なんかどのタイミングでアクチーさんが抜けたのかわかんないんですけど、女性にいるときとかエレキに降りてからとかだったらわかんない。抜けてる可能性があるんですね。ちなみに僕、なおさんのことは視認はしていないので白は出せないです。なるほど、私も見てないですよ高垣さんのこと。ってことはまあ最後は合ってたとしても白にはならないですね。両方かかりんなおの短老か原作や二陣がいいかな。あれ、なんか私今日よく喋りますね。いつもこんないちいち言わないのに、なんでだ。確認は大事ですから、言って損はないと思うけど。ペラトさん、あまりでもこういうの言いすぎるとね、インポスターの時に素直に言ったら本当に困るからな。難しいところ。テラソさん南下してきたぞ。いや、はい、はい、はい、例えば診察で、バイタル見て7秒前には死んでおり、死体探しに行ってエレキ通って石油で死体発見で、エレクトリカルで高垣さんとすれ違ってるので話を聞きたいです。そうですね、僕キッチン石油エレキバイタルっていう方面なんですけど、畑坂さんは見ていなくて、展望でアップロードやった後にそのまま石油で抜けてるので、そのまま畑坂さん左から来てるか、上が空いてるはずなので上から来てるかのどっちかですね。だから畑坂は見てないんですか、高垣さんは。見てないです。なので、昨夜さんのセルフの可能性も全然あると思います。加減です。高垣さんが展望でアップロードしたタイミングってどんくらいですかね。はい。リアクターになったじゃないですか。最初手です。最初手です。初手ですね。初手ですね。キッチンから僕と一緒に展望に入って、僕が配線手間取って、で出ていくときにはまだ高垣さんは出てきてませんでした。それで源さんと武器庫ですれ違い、源さんが展望に入ってきましたね。はい、私が展望から出たから寺蔵さんリアクターになってるんですけど、軟化されていった記憶があります。はい、高垣さんがダウンロードしたタイミングっていつなのかなってすごい疑問だったので、前回エレクトリカルでずっとやってたって話だったんで、絶対ダウンロードしてないじゃないですか。初手もしてないじゃないですか。いや、バイタルでやってます。バイタルでやった、はい、今回。なるほど。今回じゃない、前回か。前回でしょ。まあそうですね。なるほど。あ、でも、佐藤さんは昨夜さんの情報が真なら間に合わないですね。私とすれ違ったのがそれこそ7秒ぐらい前だと思うんで、武器庫ぐらいで。7秒前は死んでたから、ちょうどまあ、
うん、バーキさんキルをして僕とすれ違って発見って系列かな、普通に考えたら、うん、僕がバイタル見た時にはもう死んでたんで、死んでたっていうかその見てすぐにレポートだったんで、うわーむずいなこれ、もしくはリアクター中で、リアクター中だったんで、うん、昨夜さんまで殺してくれるんだったら大丈夫だと思います。まあ昨夜初でキル容疑者でもないです、原産と二度じゃない限り。そうですね、私目線では白く見えちゃう、単能だったもんね。だったらごめんなさいですな、これは。ああよかった、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。よりなんか、まあ、さくやさん、うん、かぎさんっぽいけどな、うん、よりなんか私さくやさんの白をあげちゃう発言をするんですけど、リアクターになってほどなくしてレポートだったじゃないですか。で場所が石油でしょ、さくやさんが入れた場合はセルフだと思うんですけど、自分で殺してリアクターになった後にセルフって、うん、ね、せっかく石油で殺したんだったらリアクターまでみんなで合流してみたいな方が、まあそうだけど高木さんとすれ違ったから、タンズリで進むと思ってローラーに入った可能性はなくはないよね。まあ私坂谷さん自身からそういう話が出なかったんですよね。ただ高木さんから畑坂さんとすれ違ったっていう話が出なかったからな。そう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 、うん、どっちみち寺戸さんは私目線難しいって言うときますね。うん、キッチンで湧いてないんですよ畑坂って。だからすれ違う、後から来てるんだよな多分、うん、なんか違和感があったかなって思う。私咲夜さんとラウンジで会ってて、あのさっきのターンって咲夜さんがセキュリティまで行ったってことに対して、うん、そこまで行ったのっていうびっくりと、それを高垣さんからすれ違った発言がなかったから、まあ、どっちもどっちかなって正直思ったんだけど、うん、普通に直さんとすれ違って割と時間あったし、バイタル見て普通にセキュリまで行く時間あったと思いますよ。あ、いや、じゃなくて私がラウンジから出た時点で、すぐに、リアクターが鳴ってて、うん、私はすぐに昇降機右からヌーノって左に行っていたから、リアクター鳴ってる段階で石油まで行ってるっていうことは、そこの間で何もタスクやってないのかなって思ったっていうただの違和感です。あ、一応まだ位置出てない人全員行ってもらっていいですか。リアクター左です。はい、リンゴがミーティングに上がっていて、ナオさん左側で見てます。うんうんうん、タクヤさんとすれ違った後、貨物にいます、うん、私は、武器庫のダウンロードをしているテラゾウさんを見た後、リアクターの左側を直しに向かっている途中。あ、はい、誰かが上に上がっているのだけは分かってます、はいはい、それがリンさんか。はい、ハゼさんが左にいたの見てます。 リフト右、うん、まあ、いずれにせよ、サクヤさんか高木さんしかいないけど、うん、するか釣らないかは各々の判断でお願いします。スキップだよね。よしよしよね。サボタージもなんなかったし。うん、愚かな。愚かな、やめろ。ひよって入れた。うん。うん。あ、ナイス。ナイスボタン。ナイスナイス。死んでなかった。クヤさん、今展望の配線ってマジ？見えてるんですか？いや見えてますけど、通っていきました。ヤツキンさん、ヤツキンさん、はい、タスクをやる順番は各々自由なので、後半にまあまあまあそうですね。配線をやっても別に文句はないと思いますよ。クヤさんが配線しかないかもしれないから。あ、なるほど。まだあと4つなんで大丈夫です。だいぶ他のマップだったら正直あれだけど、脇運もあるんでね、一応ね。まあそうですね、一応申し訳ございません。自分がちゃんとできないから気持ちわかります。反応して一回に一回ぐらいはあるからな、そういうの。どうあがいても展望いけへんやんみたいな。おー、強くね、強くね、終わりました。エデンの誰かと勝ち合いました、はい、多分終わったよ俺、うん、なんか一瞬治ってそうですね、私が多分勝ち合ったんですぐに、あの多分2人とも触らなくなったんで最後に私が直しました。そういうことなんだ。多分誰も触ってなくて、なんか、うん、あれ、はい、勝ってから治んないなと思って直しに行きました。
立ち会ったならええかと思ってそのタスクに来ました。こういう時にひどいやり方があって、えぐいボタンがない、ベンさんの優しさが垣間見えました。タスク終わりました。次宿舎に湧いてボタンを押しますって言ってもよかったんですけど、さすがにそれはひどすぎると思って読みました。いや次キッチンに湧いてボタンを押します。30秒以上経っちゃうんだよ多分それ。よし、ピッカピカの白さだったな。くそー、リンゴさんの方切ってくれんかったか。さすがにあのボタン押しちゃったから白すぎたな。はいはい、メインの左上の部屋なんですけど、一応踊ってるリンゴさんが見ました。ゲンさんの二重スタイル踏んでました。どういうこと違う。ゲンさんが3秒前くらいに、あそこの一番左上の部屋に入った時にゲンさんの死体があって、なんでこんなとこで死んでるのかなと思って、あの踏んで暴れてました。あ、ちなみにゲンさん22秒前に死んでて死体探ししてたとこでした。助かりました。ちなみにザチキンさんの直前にリンさんがメインホール側からエンジンを上に上がっていってます。あ、違います、私武器庫から行ってます。武器庫から、はい、あの左からエンジン抜けてセキュリティからキッチン回って武器庫行ってエンジンでテラゾーさんを見て宿舎に上がってます。すいません。はい、じゃあ秋風さんとザチキンさん見てる。いや、リンさん、いや、いや、ザチキンはアドミンから行ったんで。タイミングが分かんないですけど、見てないと思う。うん、会ってないと思う。最後に宿舎前でナオさんに会ったぐらいしか見てない。あ、でも、まあ、その前に一応キッチン位置ついてたの見たんで、それかもしれないです。ああ、ついてた、ついてた。うん。石油とかに多分ついてたから。タスクだ、誰？私、あと1位で終わります。あ、リンさん、じゃあ、はい。じゃあ、いいよ。終了だ。じゃあ、うん、頑張ってもらえれば。はい。しかし幽霊は一切タスクをしていなかったのである。幽霊なにやってもろてやれよ。こわ、お疲れ様で す。お疲れ様です。裏切られた。もうボタン押さなきゃよかった。もうちょっとなんか強アピしときゃよかったな。リンゴさんの方切っていただけるかなと思ったらダメでした。あ、終わった。ナイスー。ナイスー。ナイスー。あの、ゲンさん切ったとき私、リンゴさんの目の前で切ってんだけど、ミーティングに3人固まる、ミーティング上げるのやめろやとか言いながら、ゲンさんバシュッと切ったけ、リンゴさんがそこにいた。あ、気づいてなかった。リンゴさんの方切っていただければ理想だったんですよね。リンゴさんマットとかも分かんないから。リンゴさんマットも透けてたんですよ。リンゴさんの近くに行って、リンゴさんが切れればいいなと思って。あー、いや、そう、最初は
最初は普通にもう隠れようと思ってあの部屋に入ったらゲンさんに見られちゃってやべえと思ってさあ部屋変えても変えてもソゲンさんついてきたんで、そうだったんだ、来ないでって言ってました。ずっとキッチンでキルクル食べて弁当でもエンジンルームにザチキンさん、エンジン前かテラゾーさんとザチキンさんが一緒にいて、2人で一緒にいるのやめろや、ミーティング上がるのやめろやとか言ってメイドール出たらゲンさんがちらっと見て、もうゲンさん切るかと思ってゲンさんバシュって切ったら、そこにリンゴさんいて、シンプルにストーカーでした今の笑うのが真似議論なんも喋れてしまった面白かった、次大丈夫ですかね、トイレとか大丈夫、はい、はい、大丈夫です、じゃあ解消します、お願いします、お願いします。